どうも、こうたくんです。国立競技場やってきました。はい、ということでですね、本日私、国立競技場で 1500m 走りたいと思います。初めてガチで国立競技場走らせていただくんですけれども、今回なぜ1500かというと、和田さんが 1500m でタイムもですね、結構近いので一緒に走らせていただくことが決まりました。で、和田さんなんですけど、まあ、一緒にね、練習してしたこともあるんですけど、もうシンプルに僕より速いんですね。で、だから、全然もう正直ライバルとして、マラソン終わった後とかもお互い結果を送り合うみたいな、もうただのライバルとして今日はもう勝負です。はい。で、和田さんももう行けるとこまで和田くん行ってやみたいな感じで言ってもらってるので、まあ、シンプルに和田さんと僕との対決もそうですし、まあ、和田さんのタイムもそうですし、で、僕もですね、このために結構半年ぐらいかけてやってきたので、1500自己ベスト行きたいところなんですが、3日前にですね、アキレス腱を怪我しまして、はい。この3日間ほぼノーランでですね、やってきました。その辺もね、ちょっとは、なんとも言えないんですけど、奇跡的にですね、今日の朝、治ったというですね、もうさすがコアだ。もうこのためにね、今まで10年ぐらい陸上やってきましたから、もうわかるんですよね。ギリギリですけど。まあ、ギリギリの状態で1500頑張りたいと思います。それでは、行ってきます。緊張する。さっき和田さんと話したんですけど、昨日もやってるんですけど、長瀬カップ800出られたらしくて、まあ、ほぼベストに近いタイムで走られてるんで、まあいい感じだそうです。で、まあ、ワンチャン世界新ですけど、まあ自己ベスト狙っていくってことで、まあ、ちょっとね、まあ、レース展開次第ですね。ちょっと流れに乗って、今日はもう本当勝負みたいなレースですね。一定のペースよりも順位とかね、競いながら和田さんマークして走りたいと思います。ギリギリの戦い。プロフィットのテーピングで今やったんですけど、すごいですね。だいぶ、マジでこれはお世辞抜きで、だいぶ痛み軽減されます。いや、痛いんかい。大きいですね。暑い。湿度がやばいですね。まあ、いけるとこまで行きたいと思います。まあ、神は乗り越えれない壁は、神は乗り越えれない試練は与えないというか、神は間もなく 1500m がスタートします。解説実況は私走りました小和田響がお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、初めての国立競技場で、さあ流しを終えて今からスタートラインに立つんですが、この緊張感、ぜひ皆さんも体感してみてください。
はい、ということで始まりました 1500m のレースですね。スタートしていきました。ここをですね、3周と 300m、走るというところなんですけれども、さあまず最初の 100m ですね。ちょっとね、ここがね、 100m やっぱちょっとごちゃつきましてですね、最初の場所取りが結構今混戦になっちゃったんですね。はい、やっぱりですね、今回まあ15名弱レース出てるんですけれども、結構みんなちょうど持ちタイムが3分58とか4分1桁みたいな感じだったので、ちょっと誰が出るかっていうのが詰まったところなんですが、最初はですね、中央発条の実業団の方が引っ張るという展開になりました。でこの方実はですね、あの 5000m 13分台で、1万メートルも27分台というですね、あのとても速い選手でした。ちょっとあの怪我かな、なんか病み上がりかなんかで、ちょっと今日は4分ペースぐらいで行きますということをレース前に話されていました。さあ、300m 通過して間もなくですね、1000m の通過という、あ、400m の通過というところなんですが、はい、64秒、まさにですね、4分ペースで先頭を行ってくれております。本当にありがたい。まあ、ただね、ちょっと和田選手とね、長谷部さんが出遅れてまして、この一周でだいぶですね、縦長になってしまいましたね。やっぱその位置取りっていうのがね、1500m の、難しいところではあるんですが、小和田は、3番手に今、ついているという感じですね。はい、2番手とね、1番手の間がちょっとだけね、差が空いてる中で、僕は2番手でね、走るんですけど、やっぱりね、アキレス腱がちょっと怖くて、本当に調整とかもほぼできなかったので、ちょっとですね、様子見ながら走ってるという状況であります。さあ先頭ね、やっぱり実業団選手非常にいい走りでですね、小和田選手ここで間がね空いたので2番手に上がりました。さあここでなんとか食らいつきたいところなんですが、ちょっときつそう。小和田君ちょっときつそう。さあ長谷部選手と小田選手がね、後ろから3番手ぐらいですかね、走られているところですね。やっぱり、ね、小田選手とね、長谷部さんも言ったらこう2人でこう走られてるわけなので、なかなかねこう抜かすときとかこうペースアップのタイミングとかにはなかなか難しいんじゃないかなと、こう見ててですね思うんですけれども、さあ800の通過が2分9秒65秒で通過していきました。ここね、実はあの小和田選手、この時の心境どうだったんでしょうか。はい、あの2分9秒で、あの時計も見て、あの通過見たんですけど、完全に僕のペース配分というか、ま、勘違いしてまして、あの2分12秒で行けばいいと思ってたら2分9秒、本当は2分8秒が4分ペースなんですけど、勘違いして2分12だと勘違いしてて、2分9秒、あれ3秒早と思った瞬間にめっちゃきつくなりました。はい、完全に僕の勘違いです。はい、ということで、さあ残り 100m です。あ、残り 500m です。1000m の世界2分41秒というところですね。3番手小和田、苦しいところここですね。ここ小和田、いけ、なんとか3番手譲らないというところで、さあ残り 400m、 ラスト1周に入りました。小和田今3番手トップとね、だいぶ下がりますねこれ。さあそんなところで和田選手、長谷部選手も行きました。ここの差はですね、もうほぼ変わってないんじゃないかというところで、さあラスト1周なんですが、1番手とね、だいぶ差がありますね。さあこの1周がまた65秒というところで、なんとか食らいついてるという状況であるんですが、小和田ここで2番手に上がった、小和田2番手に上がった。さあここから残り200に間もなく入っていくところで、小和田バチバチの戦い、2番手3番手がですね、ここで非常にバチバチの戦いで、もう譲らないぞと、小和田譲らないぞという感じですね。2番手に上がりました。さあ間もなく 150m、 なかなか前との差は縮まらないところですが、小和田なんとかですね、2番手を死守して、ラストスパート。さあ残り 100m、 頑張れ小和田。さあラストなんとかですね、食らいついてって必死のラストスパート。小和田頑張っている、珍しく小和田頑張っている。ラストスパート4分超えた、4分2秒でゴール、完璧でした。ありがとうございます。さあそして和田選手とね、長谷部選手もゴールというところで、4分9秒もほぼセカンドベースというところでしょうかね、そのあたりでゴールされていきました。お疲れ様でした。非常にいいレースでした。それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。あずまさん、結果一応僕が4分2で、和田さんが4分8、9か、9、8、9ぐらいですね。ということだったんですけど、いや、今日難しいですね。いやー、小和田君に勝とうと思って。頑張れよ。いやいや、スタートがやっぱ難しいですね。いやー、つこうとしたけどね。はい。いやー、まあでも、学生さんにいっぱい入られてる。確かに、そこが戦後の難しいところですよね、位置取りが、ね、もっと一緒に行けたらよかったけどね、はい、で和田さんの感じ的にはもうちょっと行けそうな感じですか。1周目がね、やっぱりだいぶロスがあって、はい、2周目以降は立て直して、はい、
2周目以降はもう予定通り、あ1周目で67のハースだから、やっぱそこ3、4秒、確かにその3、4秒はいけましたね。そこあったらね、もうちょっと怖いので近くに確かに、今でも僕もちょっと4分切れなかったんで、うん、そこはまたお預けで、いやいや、でも早い、強い、強い、いや、ありがとうございます、さすが、いやいやいや、でも和田さんと前も一緒に練習させてもらったときに、絶対もっといけると思うので、はいはい、私も小原君で、いや、ちょっとまた来年リベンジに、そうそう、はい、戦後ね、そうっす、来年も出られますか、頑張りますよ、頑張ります、ちょっと僕ももうちょっと力つけて、和田さんちゃんと引っ張れるように力つけますんで、はい、今もうただのライバルなので次はもうちょっと力つけて、はい、引っ張りますんで、僕は伴走で、伴走でも、あ、僕は隣で、隣ですか、もうちょっと速くならないと、なんで長谷さんレベルにならないと多分ちょっと隣まだ立てないんで、はい、来年はじゃあ前走って、再来年隣走れるように、3年計画ぐらいで、お願いします。次の今後のレースはまだ、ね、まだここから立て直して、はい、まだ一旦終わりで、で今日回出るかもしれないけど、マラソン、あ、はい、冬マラソンで、なるほど、頑張ったかなと、確かにマラソンも結構走って、はい、で来年のパラリンピックに向けて、あ、そっか、来年そうですもんね、来年パラ、この時期パラ、あ、そっか、じゃあ出れるかはまだ分かんない、うん、あ、この長瀬カップは、はい、まあ、このパラリンピックのタイミング外すんで、あー、なるほど、そんな暑いんだよな、まあちょっとこの9月頭は、はい、まだパラリンピックなんで、確かにこの時期は外すと、確かに、ちょっとじゃあそうですね、また来年も、うん、あと、まあマラソンも、マラソンもある、結構そうだ、はい、マラソンもライバルだと思ってるんで、そこもぜひやる、もう連戦するけど、私も私は連戦しないけど、はい、結構そうですね、マラソンもいい勝負なんで、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。まあ、ちょっとですね、本当にアキレス腱ビビってたんですけど、レースでも一切痛くなく走れて、まあ、明日起きてみて痛くなければ、ここからまたがっつりと練習して、合宿終わってから、まあ、今週1週間ぐらい全然練習動画上げてなかったんですけど、また次ですね、がっつり練習動画また上げていけるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。戦後はとりあえず今年は終わりかな、まあ、またチャンスあれば出て、あと3000と5000をちょっと今年はもう1本ずつ出たいなと思ってます。まあ、冬ですね、完璧な状態の時にもう一回今年度リベンジしたいと思います。はい、ということで、まあ、国立ね、走れてよかったです。また次もです、頑張ります。それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた、ありがとう、国立。タムジョー君、タムジョー君と今日お会いしました。